これアメリカ議会がですね、はい、チベット人権法案通過と、はい、大統領署名で成立へ、なかなかすごいのが出てきまして、はい、はい、米上下両院は21日、うん、中国・チベット自治区での人権弾圧を批判し、うん、人権や、信教の自由を擁護する法案を賛成多数で可決した、はい、今後、ホワイトハウスに送付され、大統領が署名すれば成立する、チベットを仏教最高指導者ダライ・ラマ14世の後継者選出に中国当局者が介入した場合、うん、制裁を検討するとの規定があると。これ絶対介入するからね、間違いない、間違いなく、うん、介入するからね。はい。法案はチベット自治区の、区とラサに、米領事館設置を中国が認めない限り、うん、新たな、在米中国領事館の設置を米政府が許可しないことも規定していると。これはすごいね。これなかなか強力ですよね。この法案に、うん、果たしてトランプが署名するか。これ議会は、はい、結局共和党が握ってるし、うん、議会は、まあ、青山さんの放送でもずっとやってるけども、うん、議会は反中国なんですよ、うん、だからバイデン政権になっても、はい、議会はこのままであれば、うん、共和党が多数派だったら、うん、中国と対峙するっていうのは決まってるんですよ、はい、ところがトランプ政権中も、うん、実はそのトランプ応援団の人たちが、はい、あまりよく知らないと思うんだけども、うん、香港デモの時もトランプって実はその議会が言ってたけど、うん、アメリカも人権問題抱えてるからって言って、うん、あまりその強気のコメントしてなかったりとか、うん、あとその香港デモの時も習近平と電話したりとかしてるけど、うん、その時にも言ってないんですよ、うん、香港デモのこと。それから法輪功への弾圧とかキリスト教の弾圧とかもトランプはその懸念事項から外してるんですよ、うん、それから中国がウイグルに強制収容所を作った時も遠慮なく収容所を作るべきだ的なことを、うん、認めてるんですよ。あとそのウイグル団体人だ弾圧を利用する中国への制裁法案があった時、これはトランプが反対してるんですよ、はい、うん、議会は決めたのにトランプウイグル人の時は反対してるんですよ。だからやっぱね、トランプってトランプ政権で確かに反中国って出たんだけど、うん、それは議会がそうであって、はい、トランプは緩めてるんですよね、うん、それを知らないでトランプこそすごい日本のためにやってくれてるって言ったら、うん、 そうでもないはず。今週、うん、Qアノンについての本とか、はい、読んでたんですけど、うん、もう世界観本当まんまなんですよね。もう Qアノンの世界そのままで、うん、そのトランプっていうのが、はい、もうアメリカの第二革命の旗印というか、うん、はい、そのトップで引っ張っていくために、うん、頑張ってるんだっていう、はい、だからなんか応援しなきゃいけないみたいなその論理で組み立てられていて、はい、やっぱ陰謀系だから、うん、なんかジョージ・ソロスがどうだとか、はいはいはい、そういうのがもうジョージ・ソロスとかユダヤ人脈とかねそういうの出てきたら大体やばいよね。考えてみたらジョージ・ソロスって今回も言われてましたよね、うん、そうなんか金出してるとかね、なんかドミニオンだからドミニオンの方にも金出してるとかビル・ゲイツとかね昨日沖山さんの放送で言いましたけど、はい、ドミニオンは今までその、パウエルとかいろいろ言われちゃったから、はい、反論すると、はい、だから FOX ニュースも訂正放送させられたというか、うん、1日3回とかやってるんですよね、うん、なんか2分ぐらいのやつを3回やって、だから、今までね日本まで拡散された、うん、嘘のニュースが、はい、今訂正されてるんですよアメリカで。そうですね、結構フォックスよりさらに右寄りというか、はい、まあ、トランプ大統領もお気に入りのニュースマックスとかも、はい、ニュースマックスも訂正記事を訂正しつつあるんですよ。はい、じゃないと訴えられる、うん、まあ訴えられるのは決まってるんですけど、うん、訴えを弱くさせようとして、うん、すいませんこれは嘘でしたと、うん、これが真実でしたって言って今戻していってるんですよ。そうですね、一生懸命手のひらを億単位でやられちゃうからね。そうですね、億単位って何百億円とかになっちゃうからね、うん、下手にやっちゃうとね、うん、だから訂正をしてドミニオンも逆襲しますし、うん、FOX とかも今訂正してるし、うん、弁護士もついてるという形ですから、うん、まあ、あれだって全国的にその確かに、うん、人為的なミスとかそういうのは指摘されてるわけじゃないですか、うん、はい、なんかアントリウム群ではそういうのがあって、うん、票数がおかしかったと、これは事実なんですよ、うん、だけども、うん、じゃあ大規模に、うん、そのトランプの票を、はい、バイデンに移したとかいう証拠がないんですよね。そうそうそうだし、その多少の間違いはあるけれども、うん、そんなのはアメリカじゃ当たり前のことであって、うん、悪意を持ってその、票数をねバイデンに勝たせるために大きなものが出たかって言ったらその証拠はまあ僕ら前から言ってるけど、うん、決定的な証拠はまだないよねと、うん、そう我々が言ってるのは、うん、不正がなかったって断定してることじゃなくて現状それ確認なんていうか自分で訴えられるだけの根拠ないんじゃないですかっていう、うん、だからそれだけなんですけどね、はい、だけどなんかこうトランプを、はい、そのデマを使ってでも応援しないと、うん、やっぱりこう反逆者というかなんか正義じゃないとか言われちゃったり、お前は不正を認めるのかとか、誰がそんなこと言ったんだっていう話であるんですけど、不正は正せばいいけど、うん、その嘘フェイクニュースで相手を訴えるっていうのはスラップ訴訟とか、はい、いろいろその心証操作だったりとかするから、うん、それってよくないよねっていう話であって、うん、シドニー・パウエルのクラーケンだって4連敗でしょ。4連敗ですよ。だからトランプ側が勝ったのってなくて1個しか勝ってなくて、うん、60敗ぐらいしてるんですよ。そうですね。裁判に出そうとしても全然まともな有力な証拠なかった。一生60敗だったらプロ野球だったら自由契約ですよ。そんなそんな60敗もしてたら、まあ、10連敗の段階で監督クビだよね。そういう状況ですからね。本当に、はい、やっぱなんかまあいろいろ動いてきたのかなっていう気はしますよね。まあだいぶね、うん、この12月の投票も終わったし、さすがにやりすぎだろうと、そうですね、いうことが今回出てきてるし、まああと戒厳令やるんじゃないかみたいなことを一部の人が言ってたんですけど、はい、それはもうトランプ自身が否定するっていう。そうまあ戒厳令疑惑みたいなニュースが流れるようにの会議はあってたのは本当っぽいけど、今週ありましたね。そうです。ただそれをもとに暴れさせようとしたんじゃないかと、トランプがね、まあ犬笛って言われる技なんだけど、トランプがそれを聞いたやつらが暴れて戒厳令っぽい動きがあるぞって言って暴れさせようとした。実際トランプはそうやって何箇所かでデモを誘発したりとか動かしたりとか、あとそのあれもやってますからね。知事を計画がありましたからね。それ13人逮捕されてますからね。今本当に危険な状況に入ってますよね。そう内紛っていうか内戦、南北戦争みたいなやつを起こしてしまおうとしていると、トランプがなぜかというと、自分が大統領じゃなくなったら、豚箱行きかもしれないっていう事実があるんだけども、まあこういうのツイートすると。血祭りにあげられる魔女狩りみたいな感じで、魔女狩りでもう訴訟を抱えてるよとか言ったらもう全然、そうもう焼き打ちの刑事だから、いやこれ事実なんだよっていう話をしてるんだけども、でもそのこの状況ってまあ前から言ってますけど、本当に僕はやばいなと思うんですよね。日本のね、だってファクトがそのデマで覆いかぶせられてるわけじゃないですか。で事実言ったらめっちゃ叩かれるみたいな。だから本当に煽られちゃって、うん、トランプもトランプが拡声器になってるわけだから、もうバーっとこうそうなんですよ。あれまさに犬笛で うまいなと思うのが、本人は、その個別の事案について言ってないんですよ、1番目には。だから不正選挙があるっていう漠然としたことを言って、で信者たちがなんか、あ、これが証拠だみたいなことを勝手に言ってるのをリツイートするみたいな。だからそれで盛り上がれよっていう形で、犬笛吹いてるから、信者だけは分かって乗っかってって、それで相手を攻撃したり、どんどんそのシドニー・パウエル頑張れとか、お前は正義だみたいな形になって、政敵を、バイデン陣営を倒していくっていう形の流れを完全にできちゃってる。まあそれが例えばなんか問題が起きたとしても、いや自分はそんなこと言ってないんだよみたいな言い逃れをするっていうのは、トランプはまあ訴訟慣れしてるから、その辺では名誉毀損とかにならないように、俺が言ったことじゃないよっていう形で、だからアメリカで犬笛って言われてる。そうやってもうどんどんドッグホイッスルでしたっけ？ドッグホイッスル。だからそのままだから犬にしか聞こえない。トランプの犬にしか聞こえない。笛を吹いてるから、それで攻撃が始まる、でデモが始まったりとか、そのいうふうになってる。だってまあその2人も知事がね、計画があったわけですから、本当に危険なんですね。はい、だって実際にその身の危険を感じるようなことがあるからこそ、今ちょっとこう徐々に情勢も変わってきたわけじゃないですか。そうです。そのまあ反対側からまあドミニオンにしろ、そのスマートマティックとかも訴訟をやってそれを正すっていう状況に入ってきてるわけですから。だから僕なんかトランプ応援してたのもそうだし、好きだからそうだったけど、ただトランプがバリバリやってた時も議会の方が反中だったから、議会はいいよねっていう論は僕は言ってたしね、そもそもトランプがもっとやる気だったらもっと中国締め上げられたのに、トランプが緩めてるよというのも言ってたし、で議会が強ければ共和党が今回もこのままだと取れそうだから、はい、そうであればバイデン政権になってもそれなりにはできると思うから、なんだけどそれを言わせない空気を作ってるっていうね。そうですね、だから感情と理論は分けなきゃね、いけないっていうのが僕らは思ってて。そうですね、はい。